ごめん、愛してる。9.8%。それが第1話の視聴率なんだけど、日曜劇場枠での初回二桁割れっていうのは、昨年2016年1月クールの香取慎吾主演、家族の形の9.3%以来のこと。かなり低調な滑り出しと言わざるを得ない。うん。例えば、ウェブサイト毎日7月13日付ではこんな解説が、 このドラマの放送されている日曜劇場の枠は2013年に半沢直樹が空前の人気作品になり伝統の日曜劇場の名を改めて認識させました長瀬は問題の多いジャニーズ事務所にあって日曜劇場を使って俳優として存在感をアピールしたいのでしょうが厳しいスタートになりましたとはとあるテレビ雑誌編集者のコメント 今年1月から3月期に放送された木村拓也主演のア・ライフ・愛しき人はいろいろな批判がありながらも平均視聴率は14.5%を記録4月から6月期の同時間帯ドラマ小さな巨人も13.5%だったこれらと比べるとごめん愛してるは低調な視聴率だ先の編集者によると 長瀬は2009年の華麗なるスパイで視聴率11.1%を記録して以来、その後のドラマで2桁視聴率に乗せたことがありません。出番はあるものの役者としての評価が上がりきらないままなのです。とのこと、今回のドラマは韓国で人気だった作品のリメイク版。 幼い頃、母親に捨てられ、不遇な環境で過ごしてきた岡崎律は、裏社会で生活していたが、三田輪家に出会い、運命が変わる。実母のヒューガ・レイコを探し、自宅を訪ねるが、レイコは息子のサトルを溺愛しており、律を自分のことは思わず追い返すという流れで始まった。母親を探すというナイーブな役柄が、長瀬に似合っていません。 身長185センチと大柄で野生的な感じの長瀬が感傷的な場面を演じるのは非常に違和感を覚えます。ジャニーズならば絶対に草薙剛が似合う役です。同時間帯ではアイドルの橋本環奈が出演するドラマ、警視庁生き物係フジテレビ系が前評判以上の好調な視聴率でスタートを切った。 とある芸能ライターによると、橋本は3月に福岡の高校を卒業し、いよいよ東京で本格的な芸能活動を開始しました。警視庁生き物係が連続ドラマでの初ヒロイン作ということで話題にもなっています。これまでもフジテレビが日曜劇場の裏でドラマを放送していましたが、常に5%前後と苦戦していました。 しかし、橋本が出演するドラマは、初回視聴率が8.9%という期待以上の視聴率を残しています。さらに、長瀬を悩ませそうなのが、ジャニーズ事務所の問題だそうで、稲垣五郎らがジャニーズ事務所を辞め、中井正宏は残ることが明らかになりました。この一連の流れを見ていたファンは、これがジャニーズ事務所の実態なのか、と離れていっています。 それでなくても、t o は内紛がささやかれ、解散説も出ている状況です。これらが長瀬マイナスに働いています。このまま一桁台の視聴率ということもあり得る。うん。まあ、それがね、一般的な見方だとは思うんだけど、でも、ウェブサイト、朝女、7月14日付の記事によると、意外にもこんな好意的な意見も、 ヒット作ぞろいの日曜劇場としては物足りない視聴率での発信となりましたが、一方では長瀬ならではの安定した数字と評価する声もあります。 というのも、ドラマでは制作費と視聴率のバランスも重要。たとえ15%ほどのヒットとなっても、1話あたり1億円と噂された。今年1月期の木村拓也主演、ア・ライフ・愛しき人のように制作費をじゃんじゃんと湯水のように使っていては、曲側としてはたまったものではありません。しかも永瀬は、撮影現場での評判が良く、 気を使わないで済む。目を見てお疲れ様って言ってくれる。などと、その人柄を絶賛する声も少なくない。なるほどね。まあ確かにそういう見方もある。うん。ということで、何はともあれ、ごめん、愛してる。これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。